こんにちは、花泉モータースです。今日は車のタイヤチェーンについて少し解説したいと思います。スタッドレスタイヤの他にタイヤチェーンを装着しないといけない場合、前輪後輪どちらに装着したらいいか迷うこともあるかと思います。ミクの車の場合、 FF 前輪駆動の車でしたら前輪、 FR 後輪駆動の車でしたら後輪、駆動輪の方にタイヤチェーンは装着します。4WD の車の場合は FF ベースでしたら前輪、 FR ベース、例えばスズキのジムニーなどは後輪に装着します。駆動輪の力の配分が強い方、こちらに装着します。確実なことは車の取扱説明書を確認していただくのが一番ですが、もしわからなければお気軽に当店などにお問い合わせください。